八木芳美3月24日から1996年5月17日は、兵庫県揖保郡、越部野村八崎出身の詩人。大正3年、警察官であった父なりの長男として、越部野村四崎に生まれる。本名春森。尋常小学校の頃、父の仕事のため一時姫路に住むが、後に帰郷し、兵庫県立辰野中学校に入学。龍の中学校時代、作文を先生に褒められたことが文学を志すきっかけとなった。この頃から愛称、若草、山脈、昭和詩人等に詩を投稿するようになり、山陰詩人、史草原、幕等の同人に参加のほか、自らも日虹、深淵等の同人誌を主催した。生涯の友である大塚徹、上原茂氏らと出会ったのもこの頃である。1933年より教師となり、揖保郡、佐用郡、辰野市の小中学校を歴任した。1935年、21歳の時に、処女詩集、花の雫を出版。その他児童映画のシナリオ執筆、地域の学校の校歌作詞、プロ野球、ライオン軍応援歌の作詞など、多方面に才能を発揮した。戦時中は軍に入隊し一時活動を、中断していたが、戦後活動を再開し、神戸復興祭りの歌や、年々ゆりかごの作詞をはじめとして、新党、老英詩等の雑誌に活発に作品を発表した。処女詩集発行パーティーにて、前列左二人目から上原茂氏、八木芳美、大塚徹後列右端、近々敏弘。ありがとうございます。